おまけの FF お前風。はい、ということでシャントット、うん、シャントットもあれだけど、なんか俺的にはこのチョコボが、これチョコボメインじゃないですか。チョコボがアクションフィギュアになったっていう方の衝撃がなかなか、すっげえ出来ですよこのチョコボ。うん、出来いいよね。細け、その目のこのドールアイみたいなの入ってますよね、これその目の感じね。うん、すっげえ羽毛の再現もすげえし、足もすげえ稼働する、うん、しかもね、なんかそれね、うん、これね、うん、後ろから見るとこういう状態なんだけどさ、はい、これね、うん、スタンドに取り付けるときに、うーわこうなっちゃうよ。ちょっとエッチすぎない？いや、なんか意味深だよね。エッチすぎるでしょこれ。それ埋めとくわ。総排泄口チョコボの埋めとくわ。うん、え、スタンド用この穴、本当にスタンド用だよ。な、何をかんだよ。本当にスタンド用の穴これ。あと蔵もね、ちゃんとこうあってさ、本当だ、シャントット、あ、これ手綱もあるわ。あとホースシュー、うん、多分その蔵につけるんだよね。じゃね、蔵につけて、うん、そっちがメインだね。飛んだわ、パーンって飛ぶわこれ。カイト君、そっちがメインだねこれは。うん、これシャントットは組むとこどこにないでしょ。これね、もう触れる部分が超少ない。ああ、でもそうか、ももの回転軸はついてんのかこれ。これはこうか。塗装で結構ギチギチになってるな、やっぱ小さいから。か、うん、多分こうか。あ、え、うん、なんでこれ蔵2つついてんだこれ。付け替え用じゃないの。同じ、全く同じデザインに見えますけど、うん、あ、いや違えな、これだから溝がついてて、多分座れるようにしている。こっちはもう一個の蔵は、もう一個はツルツルなんですよ。つまりチョコボ単体で飾るようじゃないですか。あ、そういうことか、そうだね、うん、わざわざそんなの作り分けてんだ、うん、それが単体用のやつだね。うん、もうここがアクションの限界だこれ。しょうがないですよ、手足がそう、もう小さいから、短くていらっしゃるから、うん、首付け替えてみようか。種族タルタルですよね。タルタルだね。タルタ ル,、うん、タ ル, タルか。わかんない。正式なアクセントわかんない。タルタル。タルタルかもしれない。うん、当時は。なんかタルタルって言ってる。ゲームはやってないですけど、やってる人のブログとかをよく見てて。うん、カオスでしょ。タルタルのことみんなやったとクソタルって呼んでたの、なんでだ。クソタルなのよ。うん、なんでそんな口汚くのしてたんですか。でも結局、あ、なんかね、タルタルの NPC の中に割と性格が悪いキャラっての多いのよ。そうなんだ。あのちょっと意地悪というか、うん、ずる賢いキャラ設定のものが多いのよ、タルタルって。そうなんだ。あと、まあ、これはごくごく一部の話だけど、うん、あのプレイヤーがちょっと問題が、うんうん、え、タルタル使ってるプレイヤーがクソタルと呼ばれるような行動をとってる、まあ、そこまでとは言わないんだけどまあなんかこう、うん、ちょっと若いムーブを決めちゃうみたいな。若いムーブを決めちゃう、うん、ことがね、 かっこいいタルってのは見たことあるけどあったね、そんな、うん、あれブロントさんか、かっこいいタル、ブロントさんですよ、うん、これチョコボの稼働面白いけど、やっぱケツにぶっ込まないと自立しそうにないかな。あ、本当？そうなんだ。いや、頑張ればできそうなんですけれども、極めてバランスが、俺前に重心かかるんで、かなりギリギリですね。うん。ちょっと前に傾いた感じだ、うん。ちょっと変な感じ。まっすぐ立たせてたらそれはそれで。なんかすごいキリーっとしてるんだね。スンってしてる、スンってしてるチョコが。はい、これシャント、はい、かわいいですね、うん、このサイズ感でこの表情よく出てますよ。乗せてみたいね。どう乗せんだこれ。溝はかなり浅いんですよね、この浅い溝に。
なんかそのもう一個の方の暗かしね。はい。これん？今オリジナルの蔵だよね。オリジナルの蔵ですね。あ、じゃあやっぱりそっちじゃないと乗れないんだね。でしょうね。うん。ここにやっぱりケツをはめて乗っける感じ？このくぼみに。ああ。こういう感じなんじゃないの？これで保持できる？なんかね、どっちかというとね、あの手で保持するみたいよ。へえ。金広げときは座りやすいか。手でその、なんか穴開けた？穴？うん、これ取ってあるけど。いや、会社さん、あの、ちゃんとはめとかないとなって思って、自立させるために。こういう感じでだね。ああ、座った。いいじゃないですか。チョコボのサイズ感マッチしてる。シャントット様の背中についてる、この、なんですかこれ。そう、あの、スタンド用のやつ。ああ。あ、まあスタンドというかあれだ、これだ。ああ、はいはい、つけぶらされてるんだ。ゼンマイで動いてるのかと思った。こういう感じかな。杖つけた状態で座れるわ。こういう感じ。ああ、いいじゃないですか。ああ、このサイズの俺らのフィギュアも作ればチョコボ乗れるわけだ。このサイズか、ね、可動フィギュアじゃないと、うん、足を広げて、まあ、基本的にはそれ手付け替えて手綱握る手にしてそれで固定みたいだから。なるほど。おいおいおい、お、ここかな。お、あ、これなんか馬の世話とかでよく見る光景ですよ。牛とか馬の世話で、だから中に病気ないか確かめるっていう。ああ、あの温度確かめるんだよ。そう、お尻の穴に手突っ込んでね。笑顔やな。こっち見んなって。これ口開かない？口開くんだ。へえ。ああ、くえくえ、クエニから怒られたら全部お前のせい。俺のせい。もう全部お前のせい。俺は知らないから。チョコの生態が分かってないから。あ、でも思わぬちゃんとしたジオラマみたいになりましたよ。ああ、そうね。うん、出発する前のね、うん、こうクエーってなってる時の、クエーってなって、うん、これはチョコボ本体だね。チョコボ本体ですよ、造形的にはね。チョコボのアクションフィギュアですね。うん、すげえよくできてんなこれ。うん、シャントット様よくできてるけど首の座りがちょっと悪いな。そうそう、付け替え用だからね、うん、ちょっと悪いよね。ちょっと浮いちゃってんだよな、あと首玉が。分かる分かる。うん、なんか真っ二つになって飛んでる。この取っ手のところがね、うん、真っ二つに外れるようになってるんですよ。そうね、だからそれはなんかちょっと人によっては改造したりした方がいいかもしれない。そうですね、これ首ちょっと改造が必要かも。うん、もうちょい短くてもいいな。確かにこれ自立大変なんだね。でしょ、バランスが、うん、前が重いんだね、チョコボって。そうそうそう、フロントヘビーなんだね。フロントヘビーです。変形できないな、スパロボの。トランスフォーマービーストウォーズ。なんかあのサイバスターが変形した時ぐらいの折りたためますね、感じじゃなってない？ AT の硬直ポーズにも似てる。あ、硬直、まあ、うん、乗ってくださいのポーズだよね。うん、あ、しょーんって。これイニシエのネットユーザー、ブーン。昔のでもあの時 FF10 と、うん、11当時は、うん、フラッシュアニメでマッドが作られてたから、うん、だいたいこんなだったよ。ブーンでした。あの静止画素材でアニメーションさせてたみんな。もうほんとトントン見かけなくなりましたね、これ。ブーンってやつ。見ないね。2ちゃんが滅んでからかな。ブーン。あの、今の SNS ってあのブーンを出せないんじゃないの？ AA は、
AA って難しいんじゃない、あの、ツイッターとかの SNS だと。あんま見たことないですね。出せないよね。出せんのかな、うん、ああいう絵文字作れんのかな。まあね、画像を気軽に貼れなかった頃の文化ですから。うん。なんかもう、なんとかしたいよね、ケツの穴を、うん、いや、なんか使い道ないかなって思ってこっちの方がタワーでかいでかいでかい、入らない、そんな太いの入らない、でも怒られた、会社君のせい、俺のせい、これも、うん、俺のせいじゃない、もう終わりますよ、会社さん、はい、じゃあ、楽しませていただきました。はい。はい